参りましょう。手持ちの積むすべて紹介し終わるまで終われません。続きましては美術野獣よりポット夫人でございますね。でたまたま謎って14チェーン以上出そうというミッションがあったので、これはねあのポット夫人とチップを出してくれる、しかも20個も変形させてくれるね、積むになりますんで、まあこのミッションをするにはうってつけなんじゃないかなと思ったんで選んでおります。あのミッションをね順番通りにやっていかないと、どの積むやったっけってね、これねサムネとか作るのとかでもね結構ね忘れがちになっちゃうので、でポット夫人が全然たまらない、うん、で忘れがちになっちゃうんで、今ねそのレベルが低い順にやったりしてますんで、はい、という感じですよね。よいしょ、はい、もう余裕でいっちゃいましたね。はい、ただ問題言うほどじゃないんですけどね、高得点で出ると言いながらも、うん、いまいちどのくらいの点数なのかっていうのが測りにくいですよね。はい、あ、そんなに高得点な感じはしないな。うん、あれ、ちょっといけない、あ、届かないか。うん、ほい、じゃあチップ、ドラゴンチップになってくれない、くれなかった、残念。はい、これどうにかつなげておきたい。あー、つなげたけど微妙だな、最低限だもんな。ほいほいほい、いやーね、子供も無事に生まれましたのでね、あの奥さんこ、なんかね妊娠中ってその全く取っちゃいけないわけじゃないんですけど、カフェインを摂取控えた方がいいらしいんですよね。で嫁さんコーヒーがめちゃくちゃ好きなんで、コーヒーがその飲みたい時に飲めないっていうその制限があったんで、今もうめちゃくちゃ多分ねコーヒー飲みたがってると思うんですよね。毎日のように寿司が食べたいとか焼肉が食べたいとかコーヒーが飲みたいっていうねラインをねあのくれるんでね、退院、今まだ入院中なのでね、退院したら早速スタバにでも連れてってあげたいなと思いますね。はい、ということでまた次回お会いしましょう。ではまた、てれれでーん。